にちは、中高年の味方自重要造です。今日はですね、こちらの、スティックブレンダーを使いまして、小松葉のですねスムージーを作りたいと思います。まあ、材料としては、ここが水がですね一応 100cc と小松葉なんですね。でリンゴが、大体2分の1個でバナナが1本ということになります。いいですかね。水を入れて、まずこの中で一番問題中はちょっと難しいのはこの葉っぱ類だと思いますので、それはちょっとどんな風かつけます。これはもう電源をつけますのでですね、こういう感じでですね、一応ここでどうでしょうかね。ほとんど葉っぱはちょっと待ってください。コンセントは来てません。腰はちょっと切れてるんですけどね、まだなかなかですね。下は切れてると思いますね。だいぶこれで葉っぱをちょっとこれでですね、もうちょっと追加していきたいと思います。ちょっとリンゴもついでに入れてみますね。だいぶ感じは良くなってきましたね。バナナを手つかみで、すいませんね、ちょっと準備ができてなくて、一応全部もう追加で入れています。手がですね、覚えてました。ちょっと手順がですね、はい。で、ちょっとこれ上からいきます。まだですね、舌が残ってるみたいです。なんかコップを持ってきてください。だいぶもうちょっとです、はい、これでもだいぶできましたね。ちょっとこれがまだしてますけど、一応これでちょっと様子を見てみたいと思います。ここは外れますからね、押してもらってコンセント、こういう状態ですね。ではコップの方に注いでみたいと思います。こういう感じですね。ちょっと私は試食していますね。こういう感じです。このまま私を写し取ってもらっていいですか。私も実は2回目なんですけどね、私には美味しいとは感じないんですけど、健康のためにはなるかなというところですね。今飲んでもらってますからですね、香口ドレミさんにですね飲んでもらってますので、こちらに感想だけ音だけください。はい、音だけお願いします。飲みました感想は、市販のものの、青汁のような青臭さはそれ
れほどなく、リンゴとバナナが程よい感じで、市販のものより飲みやすいと感じました。はい、ありがとうございました。まあ、こういうことで今日はですね、小松菜のスムージーをですね作ってみました。結構こう一人で飲むのは大変ですから、まあ、家族だったら、まあ、2人4人ぐらいでも飲んでも大丈夫と思いますね。こういう感じですね。まあ慣れればですね、これをこういうこうここで回転しますからね、もっと上手にスピーディーにできると思います。まあ、こういうことで、今日はですね、中高年の味方ジジイ雄三のですね、今日のテーマとしまして小松菜のスムージーということで投稿させてきました。ありがとうございました。これにて終わります。